ちは。野菜ソムリエコミュニティ函館代表の斉藤ゆかり、そしてメンバーです。コミュニティ函館は農業を応援し、野菜、果物の魅力を伝える活動を地道に続けてきました。メンバーは農業、飲食、販売業など野菜、果物、農業が大好きな仲間たちが持ち味を生かして協力して活動しています。その中でも突撃農家訪問は畑を訪問し、生産者と消費者をつなぐ架け橋となっている YouTube 動画です。おととし YouTube にチャンネルを開設しました。我々が食べるミョウガっていうのはつぼみなんですよね。花を咲かせるときにつぼみなんで上に出てきて、この花が開く前のやつを収穫するんですね。また函館蔦屋書店で行う新しいスタイルの料理教室は、野菜のミニ講座や食べ比べ、生産者からのお土産もあり好評をいただいています。そして今年7月から8月は函館国際ホテルとコラボし、野菜たっぷりのコース料理を提供しています。皆さんどうぞ食べにいらしてくださいね。待ってます。こうした私たちの活動を、農業を次世代へ、食を日常的に楽しむ社会へとつなげていきたいと思っています。